加工の途中の画像を撮り忘れました。で結局最終的にはこのように、ね、肩が浅切れようになって、ボンボンの両端をこう引っ張るとキュッと縮みます。まあその位置でこう並ぶようにこうしました。で中にはマグネット、ポケットとファスナーとポケットですね。これをつけてみました。一つこういう形のもの一つね。もう一個こういう形。これは袖で取りました。こんな風に持ってますね。まあまあこうですかね。これもこれちょっとねやり方を変えてます。こうで、ポケットですね。ポケットもちょっと2つこういう2つにしました。深さはねちょっと携帯が完全には入らないです。まあこれぐらいの傘がちょこっとこう出るぐらいかな。でこちら反対側回すんですね。はい、こういうものか。それで、まだ余るので今回はクッションを作りました。まだ中にね入れなければねこうクラはしませんけど、まあこんな、前身がこちらが前身なのでワキなのでちょっと斜めになりますけども、まあ、この中にクッションになる、スポンジですね。そういうのを入れると、まあ、それの加減によってふわーっと膨らんで、まあまあこの程度で、はいはいね。で、それとですね、前に加工したやつなんですけど。こういうバッグですね。持ち手は革です。これもここにマグネットをつけました。で、ポケットですね。で、こちら側はファスナーですね。中はだいたい一緒なんですけど。これでこうポチッとします。で、これの一番ちょっと特徴的なのがこう斜めに。これまっすぐならないよね。もともとのね、素材がこのこういう、 こうストールだったのでね。でこうちょっとこう背中に当たる部分がこうなってます。だからこうちょっと斜めにねこう斜めになります。これはねもう素材がそれなんでまっすぐにはちょっとできない。まあこれも面白いという面白いデザインになりますね。はい、今回は以上、次のまた動画で紹介します。